なかなか痩せられない人、最近太りやすいな、たるんできたなって思った方におすすめな、たったの10秒キープするだけで全身が鍛えられるエクササイズを一緒にやっていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、太りやすくならないための最低限のエクササイズが分かってきます。簡単ですので一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの10秒を6種目止まっとくだけというとっても簡単なエクササイズを合計1分間一緒にやってもらえたらと思います。筋肉というのは最大限出せる力の時間というのがよく7秒と言われております。ですので今回1種目10秒キープしますから、たったの10秒なんですけども、すごくいいエクササイズになります。自重で行いますので、物は一切使いません。運動したことない方も、運動したことある方も、ぜひ一緒にやってもらえたらと思います。今回使う部位は、胸、背中、お腹、お尻、といった感じになります。では、一緒にやっていきましょう。はい、まず胸からやっていくんですけども、まずは手は脇の下ぐらいの手の位置で、肘は斜め45度。肘の曲げ具合はまっすぐと曲げすぎの半分で10秒キープです。次にちょっと開いて10秒キープ。次に背中、お尻、腹筋、スクワットという感じでやっていきます。10秒間ぴったりじゃないので、もう頭の中で大まかに数えてください。これを一緒にやっていきましょう。辛い方は膝をついても OK です。ですが10秒間なので、できれば膝をつけずに肘を曲げて頑張って止まってください。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今度少し広げていきます。さっきよりも手1個分ぐらい広げます。で、肘は斜め45度。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 まあまあきついですね。今度は上体をしっかり反らして肘を引きます。肩甲骨を寄せます。これで10秒キープです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今度は膝を曲げて太ももの裏を高く上げます。これで10秒キープです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 まあまあいい汗かいてきますね。あと2種目です。今度は足を少し浮かせて上体を起こして10秒キープです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ラスト、スクワット。足肩幅、つま先まっすぐ、手は前、お尻をしっかり出していきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 いい感じの汗かきましたね。皆さんも書いたでしょうか。たったの1分です。テレビ見ながら CM の間とか、朝起きて歯ブラシしながらとか、ちょっと歯ブラシしながらは危ないんですけども、トイレに行った後はこれをするとか、朝ご飯食べる前にこれをするとか、夜ご飯食べる前にこれをする、
そういった感じで日常生活にある必ずすることの前後とかにひっつけて行うってことが習慣になりやすくておすすめです。たったの1分ですから、1日の中でですね、これを朝ごはんの前、昼ごはんの前、トイレに行く前後、夜ごはんの前、お風呂の前、そういった感じにたったの10秒6回するだけですから、これをそういう感じで習慣にしてもらうと、トータル1日で5セット10セット行っていればですね、まあまあいい運動になってきます。それを毎日やっていけば1ヶ月トータルしてみると1キロぐらい減ってると思います。ですので、あまり無理してね、5分とか30分とかきつい負荷のあることを10回3セットとか、まあ、無理すると続かないっていうのと、あとはやっぱり間を空けなきゃいけなかったりするので、そこの間空けたら体がなまって、次さあやろっかなって時にしんどくなってしまいます。ですので、おすすめはやりすぎないことを毎日続ける、適度に動くってことが一番習慣になりやすいです。やっぱ動かない日っていうのを作ってしまうと、もちろん筋肉つけたい人は休まっていいんですけども、ですが習慣になってない人が休んだ日を作ってしまうと、やはり次行う時がすごく面倒になってきますんで、まあ、こういったね、簡単なことをコツ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 ね、一日の中で分けて行うと効果的です。やってみた方、よかったらコメントください。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からぜひ見てフォローしてもらえたらと思います。また別の顔が見れるので面白いかなと思います。で、近々ライブ配信も行ってみようかなと思ってますので、まあ、ぜひですね、まあ、ライブ配信するのは見てみるよとか、そういった方おればですね、コメントもらえたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.